今日僕は服部緑地公園に来ております。服部緑地公園といえば高校時代を思い出しましてね、陸上競技場があるんですけど、僕高校時代陸上部やったんで大会で ここの会場来たことがありますね。それと高校1年の時、吾妻佳代さんの、握手会イベント、デビューイベントに来た記憶がありますね。ただなんかもうその頃とすっかり様変わりしたような感じがして、確かでも子供が小さい時にね、プールに来た記憶もありますね。プールに来た記憶も。ボート乗り場とかあったはずなんですけどね、ボート、小さい池みたいなところで、すっかり模様が変わった気がして、ウォーターランドプールね、あれ来たことありますね、多分。やっぱり変わっちゃったのかな。もう面影が全然ないから分かれへん。
これはね、全くないんで何も思い出さないですね。さびれてしまいましたね。こんなんあったっけ。方角がわからんよ。出んのかな、駅向こうで。陸上競技場は向こうか。まあ別に思い、それほど思い出ないんでね、別に見る必要もない、ないか。鳥緑地公園か。思い出深く、来るときは思い出深かったんですけど、来ても何か思い出すものがないというか、変わってしまったんで。何も懐かしい話が出てこないという。
今日なんとなくこのレストランは覚えてるかな。売店っていうか、なんか撮影やってんのかな。あっこが着替える。なんかね、撮影やってそうですね。あれが着替えるのが誰がいいし、来るとき撮影やっとったもんな、どっかで。背中悪いわ。どこでやってたんやったっけ。どっかでやっとったな、撮影。雑誌の撮影かなんかね。まあこんな感じで服部公園はすっかり寂れてしまってますね。
あの撮影やってんやろ、なんか雑誌かなんかの撮影やっててんけどな、あの着替えの服部公園はこんな感じでした。とっても寂しい、寂れた公園になってました。それじゃあね。